おお、背中いった。昨日変な体勢で寝ちゃいましてね。朝起きたら、おお、冒険たちのバックリーダー、ミスターノバリーでございます。というわけで始めていきましょう。今後のチャンネルの運営方針。どうもこんにちは。無理やりテンション上げてキャラ作ってるやつ大体飛ぶ。というわけで今日なんですけども、あんなにテンション上げてやるような動画でも企画でもないんですよ。今日はノーバディから今後のチャンネルの運営方針について3つほど報告がございます。まあぜひ聞いてやってください。はい、というわけでですね、今日はですね、今後の、チャンネルの運営方針についてお話ししていきたいなと思います。最近知識系の動画多かったですよね。オリラジのね、中田敦彦さんに影響されてですね、結構本読んだり文献読んだりしてその内容を発表するっていうことを最近やっておりました。やってみたらわかりますよ、めっちゃ大変。やっぱあの人はすごいですね。もうなんか自分からパーフェクトヒューマンって言うだけのことありますよ。ということでね、今日は3つ、ご報告というか連絡がありまして、1つ目、ついに預かりボランティアを始めます。もう今週末にでもね、犬小屋とかね、そういうグッズを買いに行って、まあ夏休みぐらいからですね、まあお盆ぐらいからですね、預かりを始めていきたいなと思っております。ということなんで、ね、今後はね、犬の動画も多めに出していきます。やっぱりこう難しい、なんかこう小難しい話ばっかりじゃ疲れちゃいますよね。というかね、僕が疲れちゃいます。まあ情報とか本がね、たくさんあればまだいいんですけど、結構動物愛護系って、そのなかなかね、本とか文献とかそういう資料がなかったりするんで、もうそこ探すことからね、始めなきゃいけないから結構大変だったりするんですよ。まあ、言うて僕も会社員ですからね。なのでもちろんこれからもね、知識系の絵の本読んだりとか、そういう動画はね、出していくんですけれども、もっとね、気楽に、見ていただけるような内容を増やしていきたいと思います。というわけでね、ご報告2つ目、まあ、今後のチャンネルの運営方針というか、まあ、どういうコンテンツ内容を発信していくのかっていうお話です。動画の内容的にはですね、4つのタイプのコンテンツに分けて発信していこうと思っております。まあ、1つ目は知識系ですね。まあ、今まで通りですね、自分が勉強した内容っていうのはアウトプット。これはもちろんやります。これやっぱりね、自分があったらいいなって思ってるんですよ。その動画で、まあ、動物愛護法とかね、そういうことを解説してくれてるチャンネルがないんですよ、今のところ。なので、そういうのがあると、もっと勉強しやすいのになと思ってる。ていたので、まあちょっとこれないので、まあ自分で作っていこうという趣旨なんですけれども、やっぱり必要なことじゃないですか。で、特にね、9月20日からあの動物愛護週間があるわけですよ。なので8月9月は動物愛護法に、まあ特化をしてね、特に2ミニッツチューズデーっていう企画で、この知識系の動画っていうのをメインでやっていきたいと思います。あとは国際ニュース解説、まあこれもね、まあ需要が、まあ、そんなにはなさそうなんですけど、まあこれもね、あったら、まあこれは僕もあったらいいなと思ったのでやっている企画なんですけれども、まあ今後なんか英語のなんか勉強法とかそういうこともね、なんか発信してほしいとかね、全編英語でやってみたらどうかとか、いろいろなんかご意見いただくので、まあ国際ニュース解説しながら、英語も学べるみたいなことはね、まあちょっと検討はしていこうと思っております。そしてコンテンツの2つ目は、預かりボランティア、の魅力を伝えるコンテンツですね。もうこれはね、単純にですね、犬の、可愛いワンちゃんの動画流して、保護犬預かりってこんな楽しいんですよっていうことを伝えることがメインですね。もちろんね、こんなことが大変とか、あとはやっぱり預かりボランティアってこんなに素晴らしくて素敵なんだっていうことをね、伝えたい。まあちょっとまだやってないんで素敵かどうかわかりませんけど、絶対いいに決まってるじゃないですか。でも極端な話ね、預かりボランティアがめちゃくちゃ増えれば、保護犬の殺処分の問題ってまあ解決とはいかないかもしれないけれども、かなり減らせると思うんですね、殺処分数って。だからなんかこの、そのね、預かりボランティアやってます系の動画は、なんかこの人すごい尊敬するじゃなくて、あ、なんだこれだったら僕でも私でもうちでもできそうじゃんっていう内容をね、発信していきたいなと思っております。そして3つ目は活動報告ですね。まあいろいろね、錯綜をしておりますけれども、まあ今はね、保護シェルターを作るっていう目標、まあそこにカフェを併設するっていう目標でね、今やっております。そのために今はこんな活動してますよとか、これからこんな活動始めますよっていうことをね、やっていきたいと思います。なんか結構ね、コロコロ変わってるように見えるんですけど、まあ多分ね、明日とかに出そうかなと思ってるんですけど、もう初期の頃なんてこんなもんじゃないぐらいコロコロ変わってたんですよ。で、まあよく考えたらね、自己紹介動画とか出したことなかった
から、ちょっとまあ、自分の動物愛護の歴史、自分の歴史っていうことでちょっと動画出そうかなと思ってるんですけど、あとは、今こんなことに困ってますとかそういう話をしながらですね、これからね、今後保護シェルター自分でも作りたいと思ってる人が、まあ僕の動画をね、見ていくと、あ、こういう過程でこうなってったんだっていうのがね、わかるようにね、していければいいなと思います。まあそんなうまいこといかないんでしょうけど、まあ頑張ります。そして4番目はロケ、あと無修正動画。本当はね、もうカフェとか行きたいんです。保健所も行きたい、譲渡会も行きたいんです。実際僕ね、映像制作、まあ動画編集ですね、結構やってみたらすごい楽しかったから、もっとこうなんか実際道とか、なんかいろんなところ行って、そこで動画を撮って、それを編集して映像を作りたい。この欲求はすごい高いんです。でもね、僕って今会社員やりながらね、まあちょっと職業柄ね、結構こう、金をね、補金しているリスクっていうのが、まあ、低くはない職業をやってるんで、今結構自粛をしてしまってるんですね。そもそもね、今使ってるこのマイクだってね、そもそもはロケで使おう、外で使えるマイクが欲しいってことで買ったのに、全くいけてないわけですよ。なので、隙あらば、ロケ行ってみたいと思います。まあ、ちょっとね、犬の、散歩動画とかね、またちょっと復活させていこうかなとは思っております。あとはね、まあ、無修正動画はね、こんな風にこう台本書いてパッパパッパと喋るんじゃなくて、もうほんと自分が思ったことをダラダラ喋る企画、というのもやっていきたいと思います。まあ、そんなパッパパッパ喋れてないんでしょうけども。まあ、僕結構シラフだとね、かなり人見知りなんですよね。お酒を飲むと社交的になるんで、まあ、心はフィンランド人ってよく言ってるんですけど、これ通じる人あんまいないんですけど、まあ、勝手にこういう風に言ってます。そんなね、ありのままの自分も出していきたいなと思っております。そして3つ目の報告なんですけど、チャンネル収益化したら編集者さんと組んでやっていきたいと思います。というかね、もう今から手伝ってもいいよって方いらっしゃったら、ぜひお声掛けください。もう、編集好きなんですけど、編集好きですよ。好きなんですけど、やっぱりこう、編集する時間がなくなるとどんだけ楽かと。いうのがありますので、まあ、もしね、手伝ってもいいよって方いらっしゃったらちょっとお声掛けください。まだね、このチャンネル収益化っていうのはね、まだまだ全然先の話になってしまうんですけれども、まあ、一応年内をね、めど、まあ、年内中に収益化のその、基準をクリアするっていうのを今目標でやっておりますので、まあ、収益化したら、編集者さんと、まあ、どういう形でね、やっていくのかっていうのは、まあ、話し合いになるとは思いますけれども、まあ、一緒にやっていけたらなと思っております。まあ、そんなね、うまい話ないと思うんですよ。まだ、まあ、ただ働きのわけじゃないですか、そうなると。まあ、なかなかそんなね、うまくはいかないと思いますけれども、まあ、なかなかそんな都合のいい話じゃないと思いますから、まあ、しばらくね、下積みだと思って自分で編集をしていきます。まあ、自分で編集することってね、別に悪いことじゃないんですよ。その、まあ、時間はかかりますけど、やっぱ自分のね、なんか変な癖とか結構あるんですね。例えばね、僕、まあってすぐ言っちゃうんですよ。まあ、まあ、まあこれ、まあそのとかね、まあってすぐ言っちゃうんですよ。で、これって自分で編集してると気づけるんですね。だから、まあをなるべく言わないようにね、最近は考えてるんですけど、まあなかなか、今も言いましたよね。なかなかね、癖だから治らないんですが、まあちょっと頑張ってやっております。あとは、だからっていうのをだっていう風にね、言っちゃうんですよ。だ。みたいな感じで喋っちゃうっていう癖もあったんで、必ずね、だからってね、言うようにしております。そういう癖もね、自分で、編集していると気づけるので、自分で、修正しながらやっていっております。僕みたいなド素人はね、もうトーク力が低いので、こういう風に、自分で修正していけるっていう点で勉強に非常になっております。でも、もし見てくださってる方の中で、編集ができるっていう方がいらっしゃったらですね、ぜひ、お声掛けをご検討ください。あとは他にもコラボ動画とかね、いろいろ考えてるんですけれども、まあ、もうちょっと、下積みをする必要があるかなと思っております。というわけで、今日はこのチャンネルの運営方針ということでお話しさせていただきました。ぜひ、いいねとか、あとご意見とか、コメントとか、お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、ではまた。